はい、フィールドゲートフェスです。今から、ライダーさんや皆さんに来季のお気に入りの商品を紹介してもらいたいと思います。レッツゴー。ちゃん、来季のヘルメットはどれですか？私はこれにします。なんで？結構緑が可愛いから。服とヘルメットが合ってるね。ありがとう。来年はこれです。イエーイ。アジアフィットなので、日本人の頭のサイズにとても合うので使いやすいです。僕がこのレジェンドローライダーをする理由は軽くて、した時にすっきりするこのシルエットですね。これがお気に入りのポイントです。皆さんもぜひ使ってください。デザイナーズの柄がかっこいいと思います。かっこいい。僕の一番気に入っているところは、こういうデザインであったり、このやっぱツバがついてるっていうのが僕的にはいいんじゃないかなと思います。似合ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。シンプルでちょっとお花柄とか入ってて、どのウェアにも合わせやすいし、ちょっと女の子らしさもあっていいかなと思います。佐藤さん、僕のおすすめは動画には分かんないですけど、黒いデザインに黒いテカリの SB って入ってるヘルメットです。サンドボックスでもあり、スノーボードでもあり、スケートボードでもあります。おすすめです。皆さんこんにちは。スノースクートライダーの小栗隆弘です。私がこのヘルメットを選んだ理由は、このデザインと SB オレンジ色で書いて目立つサンドボックスのステッカーです。ここにも物が入ってます。私のおすすめはクラシックです。このデザインはレディースにもメンズにもどんなスタイルにも合うと思います。かっこいい。